供たちに健全な遊び場所をとかねて計画中であった児童遊園地がこのほど寺島町と高林町に出来上がりました。600平方メートル余りの遊園地にはブランコ、滑り台、ジャングルジムなど数々の新しい遊具が揃えられています。このほか水飲み場や照明装置も完備され、良い子たちの遊び場として付近の子どもたちに喜ばれています。市ではこうした遊園地を各地に作るよう計画しています。市の水道は今年の4月で通水開始30周年になります。この通水開始をお祝いして住吉町浄水場で水神祭りを兼ねて記念式が行われました。さて、私たちが毎日使用している浄水道はどんな順序で給水されているのでしょうか。ここは天竜川に沿って作られている浄光町の水源地です。この他にも市内にはいくつかの水源地があります。ここで天竜川の伏流水を地下から汲み上げています。汲み上げられた水はポンプ室で圧力が加えられ、直径50センチのパイプを通り、7894メートルの道のりを経て、住吉町の浄水場に送られます。ここは皆さんから桜の名所として親しまれています。この浄水場では、水源から送られた水を砂できれいにするろ過水槽に通します。干された水は滅菌室を通り殺菌されていきます。殺菌された水は排水池に送られます。排水池はきれいにした水をためている池で、汚れを防ぐために覆いがされています。このようにして排水池から送られた水は排水ポンプによって各家庭へ初めて給水されるのです。これは鴨江町地内にある硬化水槽です。起伏の激しい浜松では高い住宅地にぜひ必要な給水施設です。また水質検査も厳重に行われ、安心して使用できるよう研究しています。水道部では将来給水人口40万に対して1人1日250リットルの給水を行うよう計画しています。この計画は将来工業、商業、農業と大きく発展していくためにはぜひとも完成させなければならない大切な事業です。新緑の5月3日、市公会堂で愛知、三重、岐阜、静岡の4県下65市の市議会議長会が盛大に開かれました。これは都市の発展のためのいろいろな問題を協議するもので、年2回各市持ち回りで開催しています。会議はまず長い間務められた議長さんの表彰が行われ、この後提出議案8件を審議可決し、有意義に会議を終わりました。会議の後、
楽器の都として浜松市が誇る電子オルガンが公開演奏され、議長さんたちを魅了しました。午後は日本楽器の工場を訪問しました。続いて浜松祭りでにぎわうたこ揚げ会場を訪れました。会場に用意されていた議長会歓迎の大凧が早速若者たちによって空高く揚げられました。空には各町のたこが乱舞し、あちこちでたこ揚げ合戦も演じられ、観戦の議長もその勇壮な合戦に拍手を送っていました。浜松駅から南へ3キロ、日本三大砂丘として知られる中田島海岸の砂防林のすぐ北側、松の緑を境として大きな住宅団地があります。市がこの地に10万500平方メートルの土地を入手して住宅建設事業計画として出発したのは3年前のことでした。この不毛の砂地に団地作りを行うには多くの困難がありました。しかし土木、建築、都市計画、交通など各部下の積極的な協力というより、むしろ一貫した事業として総合的建設が進められ、これまでになく良い環境の公営住宅ができました。この団地には5種類の住宅があり、家賃も1100円から2300円までとなっています。住宅建設と同時に入居を希望する人々の申し込み受付が始まりました。今年の申し込み者は967人もあり、競争率は 6.9 倍で、昨年に比べると 1.2 倍の増加ぶりでした。入居者の抽選は市の公会堂で申し込み者立ち会いの上行われました。幸運の当選者たちは早速引っ越しを始めました。みんな嬉しそうです。この団地には今年度工事として150戸の計画があり、来年春にはかつての不毛の地に総数550戸の団地が見事に完成します。また5万平方メートルの遊園地も計画され、ますます発展することになっています。市内の橋をコンクリートの永久橋にするため、各地で改築工事が進められてきましたが、今日は那須美橋の開通式です。めでたい三夫婦の渡り初めも行われ、馬込川に全長50メートル、幅員7メートルの橋が完成しました。このように市内の木橋はだんだんコンクリート橋に変わっていきます。読書週間が5月1日から14日まで行われ、市の図書館ではこの週間にちなんで各
館内陳列室に児童図書点々を展示して皆さんに見ていただきました。これは児童に良い本をたくさん与えて豊かな情操を身につけるため催されたものです。サボテンと植木祭りが浜松動物園で行われました。植木とサボテン約250点が出品されました。この中には数万円もすると言われるものもたくさんありました。商工課では将来動物園へ路地植えサボテンのロッカーガーデンを作り、皆さんの目を楽しませることになっています。市議会5月臨時会は18日開かれ、政府議長、各常任委員会の役員改選が行われました。本会議は3時過ぎに開かれ、まず政府議長の改選が投票で行われました。この結果、議長に立石前議長が22票で再選され、副議長には影山議員が26票で選任されました。浜松納税貯蓄組合連合会の定時総会が5月19日市公会堂ホールで開かれ、35年度の事業計画や予算が協議されました。席上有料組合として大久保町、日波市町など5組合と個人5人が表彰されました。また福島町納税組合など3組合も官能表彰を受けました。